こんばんは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエスやっていきましょう。今日は侍ジャパン引いていきたいと思います。あー、来ましたね。 TS かと思いきや侍が来ました。第1弾ということで第2弾もあるみたいなんですが、ひとまずこれをですね、今日は60連引いていきたいと思います。狙いはですね、ミート型かつパワー A の選手が欲しいんです。なのでかなり欲しい選手は多いんですが、一番嬉しいのは吉田正尚選手。オリックス枠がねいないので欲しいです。正尚選手から継承したい。はい、そしてもう一人村上選手ですね。この2人が欲しいです。一番欲しいのは正尚さん、次が村上選手って感じですかね。柳田選手もそうなんですけど、柳田選手は前回同時チャレンジ成功したばっかりなんで、ちょっとまだいいかな。いや欲しいんですけど、強いしめっちゃ欲しいんですけど、でもちょっとまだ心の準備がっていう感じではありますね。はい、ということで引いていきましょう。30% だよね。そうですよね、 30% S ランク出たら 30% です。いきましょう。30%、まあそもそもね S ランク引けるかっていう確定外でね、こういうの手のガチャでは確定外で S ランク引くのがまず大変なので、そこからなんですけど、まあ、確定でね狙いを当てるのが一番楽ではあるが、どうでしょうか。さあ見ていきますよ。今のところは A ランク演出っぽいで、うわーですね。どうでしょうか、まあ、A ランクは確かセレクション、ああるんだセレクションじゃないからかありますね。はい、岩崎選手ありますね。はい、A ランクも狙っていきたい。今ちょっとちゃんと見なかったな。 A ランクは何パーなんだろう。 B ランクの、ああいいですねこの A ランクの背景もいいですね。なんだか S ランクもいいなと思ったんですが、いい感じいい感じ。はい、ということで、まあ、幸先いいんじゃないですか。うん、A ランク2枚ということで、あー 20% なんですね。 A ランクが出たら 20%、 B ランクは 10% ということで、じゃあやっていきましょう。最初からちゃんと読めよという感じですが、まあまあまあいつも通りの組ですね。はい、やっていきましょう。20連目はどう。20連目こういうとこでね引けちゃえば楽なんですけど、どう。あー多くなんないね、なかなかここで青まで持っていけない。さあ、まあ侍ジャパンですから、まあ、かなりねあのセレクション1段とか、あのそう石橋さんセレクション、え嘘飽きた、えなんじゃこりゃ3枚目か4枚目ですね。佐野選手シリーズ1引いたのありがとうございます。 S ランクありがたいんですけど、 30% を祈る前に、はい、通常を引いてしまいました。いや演出なかったよね、なかったなかったと思うんだけど、どうかしら、なかったですよね。いやー来ますね。さあ10枚目 A ランクかな、さすがに。はい、いや来ちゃったな。まあ 70% を引いたわけですが、まあ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 いいんじゃないでしょうか。佐野選手はめっちゃ来てくれるんですよねはい、ということで次は確定ですね。はい、じゃあ行きましょう。1枚は確定です。お月様、いやそうエキサイティングとかさ、はいはい、S ランク S ランクエキサイティングとかね、石橋さんセレクションとだいぶメンツがかぶっていますけれどもね、そこで手に入れられなかった人はここで狙っていくっていうのもありですよね。さあどうだ、1枚かな。え最後いなかったね、最後笑ってなかったですね。おーいいですね、梅ちゃんさ。上野選手はおととしのベストナインタイトルホルダーで引きまくったのかな。あら代表選手じゃないですか代表選手を引いていく。はい、侍ではないんですけど、侍スピリッツはねなんか宿ってそうですけどね。ということで確定です。吉田正尚選手が欲しいです。お願いします。いきましょう、お願いします。おお、こんなことあるいやこの手のは狙いが来ないで有名だと思ったんですけど、いやここでやめてもいいぐらいだな。いやでも60連引くって言ったから引くんですけど、いいんですか、嬉しいな。松坂嬉しい、うわ嬉しい。いや本当にねオリックス枠どうしようと思ってたので、この前の TS でね坂口さん引くか悩んで引かなかったんですけど、そうパワーが A じゃないじゃない、
正隆さんと違ってノミート A だけど、そうだからちょっとパワーも A の選手が欲しいなって思ってたんです。でミキサーやろうかなとも思ってたんですけど、いや嬉しい、どうしよう、わー嬉しい、じゃあもう一人は投手がいいな、なんてどんどん欲深くなっていきます。はい、いやーマジか、行きましょうか。じゃあ40連目、いやちょっとここはねコナミさんへの感謝の気持ちも込めて引いていきますよ。今後もねしっかり今日も魔法を使って、大人のね魔法を使って引いてますが、いやここでエナジーをケチるようなことはせず、しっかりとコナミさんに感謝の気持ちを込めて引いていきたい。はい、いやー嬉しいな、どうしよう、こんなこと言ってると2枚来そうな正隆さん60連目も正隆さんな気もするんだけど、さあどうでしょうか。これまだ近藤選手は通常の近藤選手ですね。そうか、通常でね代表選手が来る可能性もあるのか。はい、なかなかやっぱり A とか B では、ああですよね、なかなか A とか B では侍は来ないですね。さあ50連目、いやマジで気が楽になりました。ちょっと水野もさあ、まあ、いつもはねちょっと落ち着かなきゃいけない、 なんだろうな、気合を入れて、みんな気合を入れて心を落ち着けて見なきゃいけない場面でお茶を飲むんですけど、いやー今のはなんかもう完全にリラックスのお茶でしたね。お茶というか今日お水でした。はい、お水です。いやどうですか。いやもうだいぶねもう満腹、一番の狙いは引けないじゃないですか、なかなか、まあ、前回のねセレクションだと山田選手が欲しかったんですけど、私は、あいいですね、そう、あいいですね、はい、なんですけどやっぱり引けなかったし、なかなか、あいいですねちょくちょくいいですねを挟んでいく。はい、あサンズ選手いいですね。はい、あ A ランク3連発か、 A ランク3連発いいですね。はい、ということで、いやマジで、いやもう今本当に感謝の気持ちでいっぱい。はい、ということでじゃあ最後60連目ですね。投手もね結構嬉しいな、誰でもね、平選手とか森下選手とかは、まあ、選手あのオーダー入ってるんでね、そう継承っていう形にはなるんですけど、だから源田選手はサード適正がね、サード出てましたもんね途中から、サード適正がついたことがだいぶ大きいななんて思っておりますが、うん、まあ投手どっちでも嬉しいですね。でも大野選手とか引いたばっかりだしなっていうのもあるんですけど、まあ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 、いずれにせよスピリッツは上がりますからね、ありがたい。さあ行きましょう、ラスト、ここいいね、いいですね、本当に今日はもう調子くんスマイルも見られてもう最高ですね。さあどうかな、誰でも嬉しいけど、いやー誰がいいかな、誰がいいかな、ワクワクしちゃいますね、さあここは笑ってくれました。さあどうかな、最後です60連目、いいですよ、 A ランクでもいいですよ、 A ランクも、なんか A ランクもぼちぼち来ますね今日は、まあ、これはねイベントボーナスとかないんだけどね、きんに君。はい、ということでじゃあラストいきましょう、誰が来るかな、千賀選手とか嬉しいですね、誰が来るかな、野手かな、投手か、野手あー来てしまいましたかいやー来てしまいましたか、いや嬉しいよ、最高に嬉しい、最高の神引き、いや最高なんだけどさ、私前回同値決めたばっかなんですよねまたやんなきゃいけないのか、同値、しかも S ランク使って決めた同値だったんで、もうちょっとしばらくやりたくないなって思ってたんですけどこんなすぐ来るか、いやー嬉しいんだけど、またちょっと頑張んなきゃいけないですね。いやそもそも同値崩れてなかったらこんなに苦労はしなかったんだけど、いや強いな、でも、強いんです。はい、いやちょっと嬉しいんだけど、またやんなきゃいけない、いやそう柳田選手引いたらね称号で同値を決めなきゃいけないんですよね。頑張ります、そのまず A ランク集めるところから頑張ります。はい、ということでいい感じに、いやオチがつきましたね、ちょっとオーダーをちら見せしようかな。そう、吉田正尚選手、去年のアニバーサリーを使っていたので、ここはね、ありがたいですね。本当今ね、オリックスがね、一人だったのよ。正尚さん一人で、どうしようかなと思って、通常でもなかなか S ランクオリックス引けてなかったんで、どうしようかなって思ってたところで来てくれたのが嬉しいですね。はい、あもうね、そう、森下選手も入ってるじゃん。で、千賀選手はシリーズ2か、去年の持ってるから、決勝だった平選手とかでも、よかったんですけどね。
柳田選手か、いやがまた頑張ります。いやこんな早く来ると思わないじゃないですか。だって前回だよ、前回出した動画、うん、昨日なんならもう超最近出した動画ですよまあ嬉しいんですけどね、いっぱい来てくれるのは、柳田選手がいっぱい来てくれるなんて恵まれたアカウントだなとも思うんですけども、はい、まあでもねちょっとなもうリーグ気落ちちゃったんで、ちょっとずっと覇王にいるってね約束したんですけどね、カンタさんとね、ちょっとダメだったんで、まあもうここからねまた気を取り直してまた気持ち新たに頑張んなきゃいけないんで、育てますか柳田選手も、育てて継承しますか、あ頑張ります。ちょっとしばらくまだビシエド選手のビシエド選手のどっちビシエド選手にお世話になるかな、去年のセレクションだけれども、ちょっとしばらくまたお世話になって柳田選手継承しますかね。はい、ということでじゃあ今回はこの辺でおしまいにしようと思います、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ、おつくみ侍ジャパン頑張れー。